へようこそ。ようこそいらっしゃいました。お持ち帰りですか、それとも店内でお召し上がりですか。イートイン2名様、こちらのテーブルへどうぞ。ただいまメニューをお持ちいたしますのでお待ちくださいませ。今日のおすすめはトワイニングのアールグレーね。私が気に入って取り寄せた紅茶だから間違いないわよ。ケーキのおすすめはフルーツショートケーキです。ですからアールグレーとの相性バッチリなんですよ。ココナッツ、配達用のケーキ3つ、兄様から受け取ってきてくれる？かしこまりました、しぐれ様。こういう力仕事こそ私にお任せくださいませ。あずきは3つともプレゼント用のリボン掛けね。めんどくせえな。あよリボン切れそうじゃねえか。買ったやつが注文入れとけよな。またまたいらっしゃいませ。ご新規2名様ご案内。あ、シナモン、ついでにアールグレーの新しいのを出してきて。わかりました、歌唱さんのところに行ってきますね。今日もソレイユは張り切って営業中ですと、ブログ更新。しぐれ様、外にもお客様がいらっしゃるので列の整理をしてまいります。もう小銭も切れそうじゃねえか。レジのやつはどこ見てんだ。またインターネットで注文が入りましたので予定に書いておきますね。これで今月も半分でノルマ達成です。おめでとうございます。大したことは何も、すべては兄様のケーキが美味しいからです。でも少しだけわがままを聞いてくださるならば、兄弟のたしなみとしてぎゅっとして褒めてくださいますか。兄様、兄様、ゴロゴロゴロ。さっきもブログ更新しましたから、これでまたアクセス増えますね。自慢の猫たちの写真をあげて見せびらかすだけでアクセスが伸びていく。あー、こんなに簡単で楽しい広報活動があるなんて。兄様のソレイユが世界進出する日も遠くありませんよ。まだまだ絶賛営業中ですが、心配はご無用です、兄様。ほら、ご覧くださいませ。おい、職場に片方が初期下げたら片方がテーブルセットしとけ。案内ばっか聞いとられてっと中が回んねえぞ。了解であります、アズニャン。オッケー、ついでに洗い物もしておく。プルメイは茶と一緒にモンシナが出したケーキ持ってってやってくれ。モンシナはちょっとウレジ頼んでいいか。私は外行ってナッツをちょっと休憩入れさせてくっからよ。はいはい、仰せのままに。はーい、わかりました。
それでも一応長女ですからね。周りを見ることには慣れているのですよ。今でこそみんな手がかからなくなりましたが、みんなが子猫の時はしぐれがしっかりと面倒を見てましたしね。私や兄様がいると怠けてますが、やる時はやれる猫ですから、あずきは。もしかしたら自分が何もしないことで自立を促したのかもですね。あずきはあずきで頭の良い猫ですから。休憩入る前に私がやっとこうか。おいこらナッツ、おめえは不器用なんだから余計なことしなくていいっつってんだろ。とっとと今のうちに休憩入ってこいや。余計なこと？今余計なことって言った？あずきだって無理して高いところの食器取ろうとするくせに、ちっちゃいくせに背伸びして落として割ったらどうするのさ。なんだてめえ、人の身体的特徴ディスんなって、ご自慢の鈴テストで習わなかったのか。その前に人の言葉遣いすら理解できてない小豆に言われたくないね。てめえやんのか、私とやるつもりなんか。小豆こそやるつもりなの？お店で泣いちゃうけどいいの？上等だこの長毛種が、ワンパンで返り討ちにしてやんぞ。あずきの猫パンチが正面から当たったことなんて一回もないけど。まあ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 、ほらやめなさい、お客さんの前ですよ。だってなずか、だっても何もありません、喧嘩両成敗です。私はなっちゃんもお姉ちゃんお姉ちゃん言ってたのですけどね。私たちの中で一番仲良かったわよね。いつからかすぐ喧嘩ばっかりで困っちゃうにゃん。争いは同じレベルの者同士でしか生まれない、しょうもな。もココナツも大人になったからですよ。猫も人も成長する過程はいろいろとあるものです。ええ、そういうものです。じゃあ休憩入ってくるから。ええええ、あとが詰まってんだからとっとと行ってこいや、デカブツ。何すんだてめえ。ああごめんごめん、小さくて見えなかったんだ、失礼。2匹とも本気で怒りますよ。だってなんすか。今日はまた一段と激しいですね。激しいって言ってもその違うんだよ、そっちの意味じゃなくてね。シナモンも仲間だと思われるからやめてくれないかしら。ご主人様、そこらの休憩にココアケーキ焼いてください、焼きたて。ショコラは本当に毎回
方ないからブログのネタにでもしてあげます。はいはい、残った残った、ファイトファイト。あ、しぐれ、肖像権の侵害だぞ、取るなって。いくらしぐれ様でもこんなところはちょっと、いつもうまくいかないんだろうな。あ、カシオ様、すみません。いや、その、でも、すみません。私、全然お店の役に立ててないですし、いや、別にブログの写真は気にしてないんですけど。できることなんて力仕事と掃除と列整理くらいだし、本当なんて僕はこんな脳筋猫に育ってしまったんだろうな。
ですか？にゃはーい、やっぱりお外のお散歩は気持ちいいですね、ご主人様。本日はお日柄もよく、猫的に気持ちいい気温。丸くなりたい。でも、お届けが終わったらデートみたいなものですじゃん。そうそう、デートみたいなもの。だからちょっとだけ丸くなるのも悪くない。ち、ご主人は猫の気持ちがわからない。ですね、丸くなりたい天気ですね。そのすみません、カシオ様、いろいろと気を使わせてしまって。そういうことならあの量も納得です。そしたら私の仕事がまた一つ減っちゃいますけどね。あ、それともおでこに車とでも書きましょうか。軽トラックくらいなら負けないですよ。
だね。猫のお姉ちゃんがたくさんいると楽しいよ。やっぱり楽しいんだね。よかった。私もお姉ちゃんのお姉ちゃんたちともお話ししてみたいな。うん、ソレイユっていうお店に来ればみんないるよ。ちょっと騒がしいけどね。うん、行きたい。猫のお姉ちゃんたちとお話ししたい。うんうん、おいでおいで。いっぱいサービスしちゃう。スタッフ特権。主人様はお買い物だから私がお留守番してるの。あのね、私ね、ご主人様と一緒に新しいたこ焼き考えたの。でもね、その材料が足りなくなっちゃったから、だからご主人様が戻ってくるまでお留守番してるの。食べてほしいな。お姉ちゃんたちにも食べてほしいな。いやいや、ミルクちゃんが考えたのかい？それはすごいにゃー。おー、こやつ見かけによらずやりよる。ご主人様、お仕事中ですけどこれは聞き逃せませんよ。休憩の前借りということでどうか一つ。働かざる者食うべからず的な。大丈夫、僕たこ焼き大好き。はい、ありがとう歌唱様。ん、この足音はご主人様だ。帰ってきた。ほら、あそこ。私猫だからご主人様の足音なら遠くでもわかるよ。えへん。じゃあちょっと待っててね。すぐにご主人様呼んでくるから。ご主人様、猫のお姉ちゃんたちがまた来てくれたよ。大丈夫？どこも痛くない？お姉ちゃん？危ないよ。道路に急に飛び出したりしたら。もうちょっとでご主人様をすごく、すごく悲しませるところだったよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、怖かったね、怖かったね。よし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 、もう大丈夫だから。泣かないの。もう大丈夫だから。
ミルクにかすり傷一つないです。私？和尚様。はい、すみませんでした。危ないと思ったら体が動いてしまっていたので。ちゃんと覚えておきます。ミルク、ああミルク、大丈夫？本当に大丈夫？ああご主人様、大丈夫、お姉ちゃんのおかげで大丈夫だよ。ありがとう、本当にありがとう。本当に、なんとお礼を言ったらいいか。あ、そんな僕なんかお礼なんて言われるほどじゃ。言葉なんかじゃ表せないけど、でもありがとう。大事な娘がいなくなってたらって思うと、本当に、はあ、君の名前は？あ、ココナッツです。ココナッツちゃん、本当にありがとう。この恩は絶対に忘れないよ。君がいなかったら、うちの娘はいなくなってたかもしれないんだ。本当に、本当にありがとう。ありがとうございます。お礼なんてたこ焼きくらいしかご馳走できないけど、よかったら食べてってくれるかい？和尚様。はい、じゃあ遠慮なくご馳走になります。まだ世の中には僕の知らない幸せがたくさんだな。いいんだよこんな程度。うちのミルクの命を助けてもらったことに比べたら、まだまだ足りないくらいさね。私もこんなにたくさん食べてもらえて嬉しい。それいいね、たくさんサービス仕返してあげたいな。